こんにちは、ダイスです。今回はルイージマンション2続きからやっていきましょう。ということで、前回キングテレサではなくジャンボテレサ戦になったんですけど、その後は通常みたいですね。お化けの大洪水じゃ、宮殿のメインバルコニーにある奇妙な物体からお化け信号が出てるぞい、調査してくるのじゃに行ってみたいと思います。ルイージ君、すぐに宮殿に向かってほしいんじゃ。キングテレサ、残念じゃが、キャッツの行く先はまだ分かっておらん。もういないのかな。今はキャッツのことを探すよりもすぐに調べてほしいことがあるんじゃ。何？メインバルコニーってどういうことだろうね。ベースラボのレーダーがメインバルコニーから発生している妙な信号をキャッチしたのじゃ。何の信号だろう、妙な信号。おそらくジャガ、メインバルコニーにある不思議な物体から発せられているのだと思っておる。あの物体は一体何なのか。もしかするとキングテレサが関与しているのかもしれんの。とにかくじゃ、スマがすぐに調べてくれるかの頼んだぞ。ということで行ってみましょう。メインバルコニーはちょっと前に行ってきたんですよね、実は。何が待ってるんでしょう、テレサなのかな、メインバルコニー。真ん中に行くとメインバルコニー行けるはずなので、とりあえずね、回転階段は回して行ってみましょう。結構怖いんだけど大丈夫かな。そうか、あの不思議な物体はお化けたちを呼び出すオーバーゲートを作り出す装置だったのか。これはやばい、宮殿のお化けが溢れ出しておる。この装置のことは後回しじゃ。まずはお化けを捕まえるんじゃ。早くお化けたちを捕まえないと宮殿がお化けでパンクしてしまうぞ。パンク、お化けを全部捕まえるがミッションになりました。あー、なんかマークついてるところが なんだろう、いっぱいありそう。どっちから行こう、右か左か。え、順番とかあるんですかね。というか、あのこのままだといけないので、とりあえず2階2箇所移動します。ということは階段をまた回して行った方がいいよね、多分。ちょっと待って、こっち側から行きましょう。雷とかね、やめてほしいよね。雷怖いんですよね、ここの世界のは。じゃあ行きましょう。ここ前も来たよね。おお、え、初っ端から2匹いるんですか、多くない。ちょっと1匹、こうクリスタルに入ったお化けだから時間かかる。待って、上にもいる。ちょやばいやばい。近い、怖い。やめて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 。3体一緒、3体一緒いけるかな。あ、2だけだった。でもこれ複数でやった方が絶対に早いと思う。捕まえられるか別だけど。よし、何回出てくるの？かなり多いですよね。急いで、早く早く。どう？あ、明るくなったし、びっくりマークも消えたので、ここは終わりですね。ちょっと待って、逆側に行かなきゃいけないってことは、多分移動先が
飛んだ方が早いんじゃないかな。宇宙ゾーン、待って、普通に出てきてる。これ各ワープがあるところに出てくるんですかね。っていうか3体もいたの。待って、無限マークの子がいるからちょっと長く持ちます。いや、これでちょっと端っこに行って何体か一緒に、後ろ回らないでほしい。何体か一緒がいい。あ、1しかいないな。待って、まとめてって難しいですかね。と思って、なんでブーツ持ってるの。しょうがない。1体ずつになっちゃう。ちょっと難しいですね。まとめられない。あ、これいけないのか。まとめたかった。よし、1だけなんだよな。今チャンス。よし。できればまとめてやりたいです。待って、危ない。で、これで、え、また出てきてる。今出てきてましたよね。来ないでほしい。あ、避けられてる。今のところは避けられてる。よし、待って、避けたい。どこにいる。1体ずつしかちょっと見えないんですよね。あ、2体いるけど、もうちょっと待って、上手にはまらない。しょうがないかな。あ、うわ、ダメか。このなんかロケットがある端っこのとこまで行けたらね、2体いけるんですけどね、ちょっと難しいので、ちょっとずつここからはやっちゃいます。狭いお部屋だとやりやすいんですけど、これであと1、あと1な気がする。残り1いた。え、なんで今のダメだった。結構当たってたと思ったんだけど、位置が違ったみたいです。ハートが欲しい。40しかないよ。ハートください。出た。あれ、今なんか画面外に行きませんでした。ハート1個。ちょっと次のとこ、はい、わかりました。マップ見れてないんだけど、あ、ちょっと待って、1階にありますね。今端っこに見えてるのでこっちから行きます。え、何箇所いるの。密林ゾーン、あ、これだけかな。あと、このお化け苦手なんですよね。遠すぎるとできないし、その入ってくるのほんとやめてほしい。あー、もうダメージみたいになっちゃうから嫌なんですけど、しょうがない。早く頑張れ。多いですよね。200とかスタートですよ。もうちょっとずつやろっか。もうしょうがないから、ちょっとずつ。あー、逃げられない。この辺めっちゃ時間かかるな。だって逃げたいにょここで吐くのやめてほしいよね。道がなくなっちゃうから。かといって逆側にも行けない。もう50じゃないですか。もう私のハート50しかないよ。半分以下になっちゃった。出てくれないかな、どっかで。ちょっと端っこ行きます。ここから、はい、ここなら見える。あー、 OK。 でも1個しかハート出てないや。この中とかハート入ってないかな。あ、違う、ゴールデンなんて言うんだろう、ボーンっていいのかな、これが出ましたね。で、ちょっと時間ないので、本当はね、絵の中の何でしたっけ、これ絵の中のコイン取りたいんだけど、ちょっと取れない。奥の方、奥2箇所、なんかミイラのお化けとか出てきそうな気がする。こっちからでいいのかな。こんにちは。そう、待って、目が怖い。もうワープもできなくなるんだよね、お部屋の中これだと。やっぱミイラいたか。ほんとやめてほしい。あ、でもいい感じに焦げてる。これで出たかな。はい、オッケー。なんで2匹いかなかったんだろう、今ためなさすぎ。はい、ちょっと待って、逃げちゃう。
寄ってきてください。おお、いけた。何体か一緒じゃないとなんか時間制限怖いですよね。 OK、 はい、もう一匹。それ回るのも出るんですか。おお、待って、よし。はい、あ、一匹回ってる。やめて、下がいっちゃうから。もう痛い。40しかない。ハートが欲しい。ハートください。 OK、 で一匹出てる。え、どこ。いや、後ろか。2匹いそうですよね。なんかくるくる回ってるの1匹なんだ。これで終わりであって筆。倒した。ハートも出た。じゃ次どっちから行けばいいんだろう。ちょっと待って。あ、密林に来ちゃった。待って、どうすればいい。こう、こっちどこから行けばいい。焦りますね。密林エリアからの方が早かったのかな。密林から上に上がっていった方が早かったのか、廊下ダッシュの方が早いのかが分かんないけど、あんま変わんない気がする。奥からじゃなくて手前のお部屋から行けばよかったですね。今せっかく上手に飛んでいけたのに、ここ忘れてた。こっち先行けばよかった。はい、うわ、待って、はい、吸ったらすぐだからいいんだけど、奥のやつはちゃんとしないとだね。ブラックライト、はい、オッケー。あ、終わった。早かったのに、こっちから寄ればやらかしてる感がある。どうしよう。え、戻るの時間かかるよ。あ、はいはい、何？聞こえるか、ルイジ君。すごいお化けエネルギーじゃ。まずい、グズグズするなって言われてる。パンクス、あ、秒数出てる。え、なんで？秒数関係ある？あと3分ってなってるけど間に合うのかな。あ、待って、2箇所とか赤いんですけど、どうしよう。待って、鎌倉の中だったら来ない説ありますかね。この辺で全部やっちゃおう。よし、待ってたら来るよね。来てる。 OK、 なんで。よし、足元見てると来てるの分かるんだけど、本当にもうこの驚かせるお化けが今作では一番苦手ですね。よし、はい、もう一個いる。はい、あと2かな。今捕まえてるのともう1匹いそうな感じですよね。よし、こいこい。あれ、いない。ここかな。ん、あ、いた。はい、終わった。次のとこ行かなくちゃ。真っ赤になってる。あ、でも秒数消えましたね。よかった。一個ずつ片付けたら秒数決めるのかな。え、これギリギリなんじゃないですか。待って、やめて。もう何匹いるのこれ。待って、また秒数出てる。この赤くなった小屋は3分以内とかって決まりがある感じなのかもですよね、これ。急がないと。何分かかるんだろう。1匹30秒ぐらいで何とかしないといけない気がする。いないね。ちょっと出てきてくれないかな、移動とかで。いた、 OK。 投げるのやめてほしいわ。転ぶからやめて。あ、端っこだったら来ないんじゃない。よし、もうちょっと。はい、で、ここ、これで最後だきっと。今のところ見てる子はこれで最後な気がする。待って、バナナの皮みたいなの落ちてるから、あんまり暴れないで。転ぶ。あー、ほら転んじゃった。もう
はい、あともうちょっと、はい、来た、よっしゃ、次の部屋どこがあるんだ。あ、赤いよ、やっぱりここか。なんだっけここ、鎧があるところかな。鎧がある道から行くとこは鎧みたいなのが、あ、アイアンメイデンがあるんだ。さあ、待って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 、中世ゾーン、今チャンス。あ、でもいっぱい持ってるのある。もう盾とか持ってるのやめてくださいよ、タイミングずれるじゃないですか。はい、ダメか。どのタイミングだったらいいんだろう。くるくるって回った後なんだよね。上手に取れなかったけど、1匹は今捕まえてるので、なんとかね、やりたいです。よし、このこっち、同じところにいてほしいよね。難しいんだけど、ちょっとずつやるしかないかも。もうちょっと、あ、1匹、OK。あと2匹出てきてる。くるくる回ってください。こっちにもあっちにもいるな、挟まれてる。はい、挟まれてるの、やだ。なんでこうなんか何匹か一緒にとかいけないんだろうね。 OK、 2匹一緒。一回びっくりさせて、こう道具を落としてからやった方が早かったね。ここは失敗しました。はい、もうちょい、やめてよ。はい、これで終わりかな。もうちょっと増えるかな。あ、終わりましたね。一応メインバルコニーに向かうのじゃって言われてました。ちょっと見逃しちゃったけど、なんかそんな感じがするので、どっかから行きましょう。どこが早いかな。メインバルコニー、こっちからにしてみよう。あ、待って、階段こっち側向いてないかも階段が違うかも。落ちないといけない気がする。まあしょうがない、やっぱり向こう向いてましたね。ジャンプ、これで中庭で回してメイン行きます。何が待ってる。怖いな。いっぱいいるんですよね、きっと。こうなってるマークってことは、まだ出てきてんの。よし、みんな捕まえたかったけど、ちょっと足りてないけど、しょうがない。はい、待って、来ないで来ないで、端っこ、端っこにみんなを寄せて、端っこにみんなを寄せてやるしかない。何体か一緒にやるしかないですね。多すぎるよね。うわー、こっち一匹だけだけど、はい、オッケー、行かないで。ああ、怖い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 。なんかまた被ってるし。待って待って。よし、被ってるのだけだ。オッケー。いや、なんか出てきてる。ちょっと待って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 。早く早く終わらせさせて。赤いの来てる、赤いの。よし。えい。待って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 、脅かすのいましたよね今。ちょっと待って、私が向いてる方向がちょっと違う。あー、どうしようどうしよう。はい、もうこのピンクい子が邪魔するんだよね。ピンクい子だけはちょっと邪魔になっちゃうから、いるの怖いね。ほんとやめて。自分であれだね、連れて行かれたらいいのかも、もしかしたら。これこれこれがね、困っちゃうので、こうやって捕まえられたらいいんだけど、難しいですよね、捕まんないと。もうちょいもうちょい、逃がしたくない。もう
あ、逃げちゃった、もうなんてことを。あ、でも終わる、 OK。 あとはなんとかいけるやつかな。まだ追加出てきたよ、どうしよう。この子だけは早めに処理したい。はい、よし。あ、ピンクもいる、早めに処理したい。そっち行きたくない、赤いのいるからそっち行きたくない。ちょっとやめて行かないで、もうちょっと、もうちょっと、あと20、あと20、逃げたい、みんな来るんだもん、もうせっかく、せっかく赤いの捕まえる前にピンクが行けたのに。よし、逃げた逃げた、オッケー。ピンクはいないね、どこにいるんだろう。あ、いた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 、オッケー。ね、45になっちゃいました、ハート。どうしよう、ハート出ないかな、ハートが欲しい、ハート、ハートが欲しいよ。オッケー。で、次紫色、はい、待って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 、これが最後かな。そう、今まで出てきた種類のお化けが出てくるんだったら、黄色いあのドロドロなのがいないから。まあやっぱり出てきたか、いると思ったんだ、黄色いやつ。赤いの先処理がいいよね、多分だけど。黄色い、これやりにくい。待って、なんかいるね、盾持ってきてるね、やめてほしいけど。はい、くるくるして、あ、タイミング一緒だ、やった、よし。みんなまだまだ行かないで、 OK。 ハートも出たよ、これで最後、これ最後だったらもうずっと持ってるだけだから、当たらなければ大丈夫かも。よし、綺麗になった、足場が綺麗になった、これで動かせる。はい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 、やめて、こっち側、オッケー、もうちょいこっちで。本当はこうやってやりたいんですよね、広さがあれば。ハート欲しい、まだ、あ、でも終わったかも、よかった、やっと終わったみたい。めちゃくちゃ長かったです。よくやった、ルイジ君。君の華麗なるオバキュームの前、しかと見せてもらったぞ。君とオバキュームのコンビにはどんなオバケも立ちはだかることはできんの、ギリギリだったですけどね。ふむ、君の相棒のオバキュームじゃが、たくさんのオバケで今にもはち切れそうじゃな。一度ベースブラボーに戻ってきてくれ。もうちょっとお金取りたかった。おー、イエス。うわー。I did it。わー。戻ってきました。これ今までのボス戦よりも辛かったんですが最終バトルの前って感じなのかな。よくやったな、ルイジ君、今までで一番激しい攻防戦ちゃったな。うん、そうですね、すごい映ってきたけど、今まで出たお化けたちが多かったですね。いや、でも本当にそんなにいかなかったですね、目標が全然足りてない。しょうがないです。ふんふん、キングテレサメ、お化けの大群を送り込んでくるとはの。キャッツメ、一体どこからあれだけのお化けを連れてきたというんじゃ、全くわからんの。まあよい、いよいよわしらの調査も大詰めじゃ。ダークムーンのかけらの正確な位置はまだわからん。しかしじゃ、レーダーで場所を特定できないということは、あのオバゲートの向こう側に持ち去られたに違いない。とわしは睨んでおるということで、じゃ君にはそこに向かってもらおうからの。もう顔色が悪いぞ、ルイジ君、いつものように腰が引けておるようじゃの。じゃが嫌でも君は行くことになるんじゃ、覚悟を決めるんじゃ、ルイジ君。はい、ということでオバゲートの先に進んでもらおう。果たしてそこに待つものは、グッドラックルイージから次回進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。